皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて先日ですね、京次さんのね、ボスコンほぼオンリーボード、で CH1 ご紹介した時にですね、SD1 が乗っかっているなと思ってですね、でそういえばこの間、アニバーサリーモデルで成金ボードのなるかさんも、SD1 で紹介したなと思って改めてこうエフェボー全体を見ていたらですね、なんかやたら SD1 が多い気がするんですよね。皆さんどうですかね。でエフェボーの、投稿されているボードで非常にこう歪みで人気なのがやっぱり、ベムラムのジャンレーですね、フェンダーの真空管のブラックフェイスキーを、元にした、モデルですね。でもよくよく見たら、まあ、エフェボーさんも使ってるこの SD1、まあ、それ身近ということもあってなんかスルーしてたわけじゃないんですけど、よく見るとなんかやたら投稿が多いなと。で今までは OD3 が多いのかなと思っていたらですね、圧倒的にこの SD1 の搭載率が多いんですよね。やっぱりこれすげえなというふうに思ったので、いつかですねちゃんと集計してですね、皆様方にどれぐらいねこの、例えば、去年1年間で多かったのか、人気のある歪みはどれなのかっていうのもね、ちょっと、出してみたいなというふうに思うぐらい SD1 が最近多いなということで、ちょっと改めて SD1 ご注目いただきたいと思います。技シリーズとかね、何十周年記念とかなんかこういろいろモデルがあるっていうのもあるかもしれませんけども、改めて注目いただきたいと思います。ありがとうございました。